車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。9月3日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。9月に入りましたね。そしてね、先週ではあるんですけども、チャンネル登録者数が2800人を超えました、本当にいつも聞いてくださいましてありがとうございます。なんとか年内ね、3000人が本当に見えてきたなという感じがしますので、これからもね、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。1週間の自動車ニュースフラッシュ。8月28日月曜日ですけども、日産イギリス工場2割増産とのことです。 EU 離脱に備えて部品会社を誘致して EV の生産、こちらを拡大していくというニュースが出ておりました。同じく28日月曜日ですが、信号機大手の、日本信号、こちらが高速道路などで自動車の逆走を検知するシステムを開発するとのことです。2018年度以降の実用化を目指して、やっていくそうです。あと同日ですね、イエローハットなど自動車用品販売大手が冬道で使うスタッドレスタイヤですね、こちらの小売価格を9月以降に 6% 程度引き上げるという発表をしております。値上げは6年ぶりになります。あとトヨタのクラウンアスリートですね、こちらに特別仕様車 J フロンティアリミテッドかな、こちらが発売開始になっております。続きまして8月29日火曜日です。ルノー日産自動車連合ですね、こちらが中国の東風汽車ですね、こちらと電気自動車 EV で合併するという開発合併する会社を作りますということを発表しております。あと29日火曜日、鳥取県とトヨタ車体ですね、こちらがですね、一人乗り の小型の EV があるコムスっていうんですけども、セブンイレブンとかでよくこう宅配に使ってるやつなんですけども、こちら使って観光実験のね、プロジェクトを行いますよということで協定を結んだそうです。このね、 EV 使いながら観光実験っていうのを進めていくようです。あと29日火曜日ですね、ポルシェ本社にて新型のカイエンがワールドプレミアされています。リアのデザインがね、大きく変わって現行の911っぽいテールが入った感じですね。あと同じ日ですね、ベントレー新型のコンチネンタル GT の詳細を発表しております。詳細発表だけなのでね、実車はフランクフルトモーターショーでのお披露目となっております。あとは BMW の新型2シリーズですね、クーペとカブリオレ、こちら両方、あとは新型 M2 クーペ、こちらは8月29日より発売開始しております。フロントミスを刷新してます。続きまして8月30日水曜日、こちらですね、日経新聞出てましたね、スペシャルリポートなんですけども、日経のスペシャルリポートですね、 NTT ドコモがレーサーのね、車の自動車のレースのレーサーの生態情報を取得して究極の人車一体を目指すと、そういう記事が出ておりました。あとは BMW の7シリーズですね、こちらのラインナップに新世代クリーンディーゼルエンジンっていうのと、あと BMW 独自のですね、4輪駆動システムを搭載したモデルを新たに追加しております。この同じ日から発売を開始しておりまして、納車はだいたい9月の中旬以降から始まっていくそうです。続いて8月31日木曜日、ホンダの Nボックス ですね、新型を発表しておりますと。翌日ですね、9月1日から発売開始しておりますが、 Nボックス 新型になりましたということです。あとはレクサスの GS ですね、 GS と GSF、 こちらが一部改良が施されております。続いて9月1日の金曜日、欧州トヨタですね、新型ランドクルーザーをフランクフルトモーターショーで世界初公開すると発表しております。ついに新型ランドクルーザー200系から300系になるんではないかという噂がされております。あとは自販連ですね、8月の新車登録の発表をしております。前年比 4.7% 増の 233,810 台ということで、2ヶ月ぶりの増加となっております。同日9月1日金曜日ですね、日産ノート SUV テイストのクロスギアが新設定されております。アクアのね、クロスオーバーの対抗馬なんですけれども、日産ね、この SUV テイストのクロスギア、ノートに追加されておりまして、今週ですね、今週というのはディスウィークじゃなくて、この秋ですね、発売予定となっておりますという感じですかね。こんな感じで1週間でしたけれども、気になるところピックアップしていきたいと思いますが、クラウンのアスリートね、 J フロンティアリミテッドっていうのかな、こちらがね、まあ、クラウンはまあ来年ね、210系、今の210系がフルモデルチェンジで走るんじゃないかともっぱらの噂なので、まあ本当にモデル末期のね、最後のこう特別仕様車が出てくるのかなって感じがしますが、 J フロンティアリミテッドっていうようです。まあ外見あんまり変わんないんですけれども、
駐車場などでね、アクセルの踏み間違え時の衝突の軽減を図るね、そういった装置ですね、インテリジェントクリアランスソナーなんていうのがね、装着したモデルが出てきたりですね、あとは内外装がちょっとね、こう特別な感じ、特別仕様車になってるようですね。あとはちょっとね、ニュースの時に軽く触れましたけども、 NTT ドコモがね、レーサーの人体のこう生体情報を取得してっていうことで、まあ、車とね、車と人のつながり方のこうつながり新たに探っていますよっていうことで、あの東レが開発したね、あのそういうこう生体の情報を取れるようなこうボディースーツっていうのがレーサーのレーシングスーツ着てこう、まあ、測定してね、こう実際にF3000 とか、F3000 って言われるのが今、そちらの方で実験をしているそうですね。全日本スーパーフォーミュラーっていうのか、こちらの方で実験をしているそうで、まあそのマシンが接触した時にね、ドライバーの心拍数が上がってるとか、追い越しの時にはこう心拍が上がるなとか、あとは意外にどのコースもこう疲労が出てないなとか、そんな情報がね、出てきてる、来るそうで、まあ、ドライバーのね、進化も探りますし、あの、こう、レースチームの運営にも、監督サイドとかのね、運営側にも役立ちそうな情報収集して、よりね、人車一体を目指していきますよっていう取り組みやってるのが報告されてましたね。あとは、ルノー日産自動車連合ですね、こちらが中国ね、東風汽車工と EV 作りますということで、先週お伝えしましたが、フォードはね、中国のパクリ会社と EV 作るということで発表されてましたが、今週はね、ルノー日産グループはこう中国の東風汽車、こちらとやるよということでニュースになっておりました。新会社の社名は EGT ニューエナジーオートモーディブっていうらしいですね。まあ、東風が 50% 出資して、残りをルノーが 25%、 日産が 25% ずつ出し合って作るということで、主に小型のね、プラットフォームの車をベースに EV 開発していく会社になるようですが、まあ、フォードよりはね、組む相手がいいんじゃないかなという気がしますので、ずっと好印象だなと思いました。あとはレクサスか、 GS がね、あのモデルチェンジというか一部改良ですね、入ってますね。あの名前変わるんですね。 GS200T っていうのがあって、まあ、リッターの直四ターボのモデルがあったんですけどね、これをね、 GS200T からね、 GS300 に名前変えるそうでね、なんかこのあれこれやっちゃうと、なんかこう数字の意味がね、変わってきちゃうなと。これ排気量を示してましたよね。なので、あ、これ GS300 にしちゃうんだっていう気がしちゃうんですけど、まあそういうもんなんですね。で、今回の変更で GS の200番台がなくなるので、 GS300、 350、 450、 GSF ということで、まあハイブリッドのね、 H が付くやつもあるんですけども、そんなラインナップになりますよということですね。あとこれかな、スタッドレスタイヤが引き上がるんだね、値段ね。9月以降に 6% 程度引き上が、あの値上げするということなので、まあ、今年ね、買う予定の人は、まあ、早く買った方がいい感じにね、こう空気が変わってきましたね。あの、先日テレビで私も今年初のね、スタッドレスタイヤの CM を目にしましたけども、このあたりさすが北国の事情なのかなって感じがしますが、主にあの、イエローハットですとかオートバックスではね、まあ、全国の店舗にも値上がり、もうすでにこう通達しているようで、一部店舗ではもう値上げの広告なども告知しているので、あの、値上げを見越したね、こう、駆け込み需要っていうの、もう出てるそうですね。ちなみにそのイエローハットでは、8月、あの、先月ですね、8月のスタッドレスタイヤの販売本数は、なんとね、昨年の同じ月の4倍ですって。オートバックスでも2から 2.5 倍ってことで、もうね、なんか北海道の一部地域では5倍ぐらい売れてるみたいなとこもあるらしくて、さすがこのあたりね、値上げっていうことに対するね、こう何、駆け込み需要は本当に皆さん早いですね。なので今年こういう予定の方は、急いでスタッドレスタイヤ買った方がいいんじゃないかなっていう気がします。あと最後に、ランドクルーザーですね。ランクルがついにね、200系が、あの、300系になるんじゃないかということで、あの、あれだね、フランクフルトモーターショー、9月12日から開幕しますけども、こちらで、あの、欧州のトヨタが発表していきますので、次はね、もう余裕300系じゃないですかね。またさすがに200系引っ張って、またこう、何、あの、マイナーチェンジってわけじゃなくて、300系になるんじゃないかなって気がします。というのもですね、100系、200系ともに10年で、あの、フルモデルチェンジしてるんですよね。なので200系って実は2007年発売なんですよ。なのでちょうど10年目ということで、今回300系になるんじゃないかなっていうのは本当にいいタイミングというか、これまでの歴代のタイミングとしては、あの、ぴったりのタイミングで、まあ、私ランクルはそんなに詳しくないとか、全然詳しくないんですけども、ランクルが10年単位でフルモデルチェンジしてるっていうぐらいは知っておりまして、なのでランクルファンとしては、あの、ファンの方々にとっては、まあ、ここらで300系出るだろうなっていうのは本当に規定路線なんでしょうね。なので、まあ、あの、200系の現行ですよね。あの、
ちょっとだからすごく息短かったよね、あの最終型っていうの、あの後期出たなと思ったらさらにもう一回マイナーチェンジ走ったんで、まあ、中期2個中期の1型と2型が入って後期になっちゃってるんで、まあ、今のね現行の後期を買った人はちょっと気の毒な感じはしますが、まあ、ランクル買うぐらいのマニアな方だったら当然規定路線として選んだんだろうなと、何も知らずに買っちゃった人は悲惨だなと思いますけども、まあ、ランクルね300系になることをちょっと期待して、フランクフルトモーターショーでねちょっとこちらの車を見るのも一つの注目ポイントかなっていう感じがします。ということで今週の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ。はい、ここからはですね、カーシェアとレンタカーの違いのねお話をちょっとしてみたいなと思います。今ねカーシェアリングって本当にあれだよね、こう時代の中でこう、まあ、盛り上がってる分野なんですけども、そのこのカーシェアっていうのがね都心部を中心に非常に利用者が増えてるということで、なんかその交通エコロジーモビリティ財団っていうのがあるんだね東京にはね、これにこちらの調査によりますと会員数がねなんと100万人をもう超えてるということで、これまではその 1,2 時間の買い物ねだとか、まあ、送迎ですね、このために利用が目立ってきたんだけども、最近では日帰りレジャーとかねそういったもののためにも会員になる人が増えてきてますよというニュースがちょっと出ていましたというところで、まあ、気になるところなんですけども、カーシェアとレンタカーの違い、これ皆さん分かりますかね。なんとなく分かるんだけど、なんか言われてみたらちょっと微妙だなみたいなところがあると思うんですけども、ちょっといくつかの項目に、ね、区切ってあのちょっとねこうあのこの分解していきたいなと思うんですけども、まずね月額料金だけどカーシェアはね必要ですよと、でレンタカーは不要ですと、まあ、レンタカーはね借りるときにお金払うだけなんで月額料金いらないんだけども、カーシェアっていうのは、まあ、主に会員になる必要があるんだね、なので月額料金がまず発生しますよということですね。あとガソリン代なんですけど、これがね大きく違う、レンタカーっていうのはガソリン代必ず必要ですよね、しかも最後は満タンにして返すというのがルールなんですけども、なんとねカーシェアってねガソリン代いらないんだね、いらないというか正確には利用代の中に含まれてるんですよ。ということでこれあの私もね実は知らなかったというか、利用したことがそもそもあんまないのでね、あの初めてだったんですけど、ガソリン代はなんと利用料金に含まれてますよということで、おおなんだなんだそうかそうかということで、じゃあね途中でそのすごく長距離ね利用してねガソリンが切れたらどうするんだということを真っ先にね、まあ、疑問に思いますけども、なんとねあれなんだね、車の中にこのクレジットカードが入ってるわけで、それを使って、まあ、ガソリンなくなったらそれを使ってガソリン入れてくれるということなので、あの本当に利用料金の中にねあのガソリン代が含まれちゃってると。でいやいや待てよと、ガソリン入れてる間ねそれも利用時間に含まれちゃたまらんということのために、給油した方には、まあ、15分間の割引だったりね時間割引がついてきたりとか、まあ、次回使えるサービスポイントが付与されたりなんかね、そんなようなことをしておりまして、なので一切合切その利用料金の中にガソリン代が含まれてるということで、これはね素晴らしいというかね面白いシステムですね。あとは任意保険ね、任意保険の場合ですけども、あの任意保険はどちらも原則不要ですね、あのレンタカーもカーシェアも。あとは乗り捨てなんですけども、乗り捨てね、レンタカーだと乗り捨て可能ですと。でカーシェアはあの借りた場所に戻さなきゃいけないというか、よくタイムズシェアなんとかありますけどもね、あの辺は借りた場所にこう戻すのが、まあ、乗り捨て不可だということですけども、このさレンタカーでよくね乗り捨て可能とかって言いますけど、乗り捨てっていうのがねこれレンタカー特有の言葉ですよね。私もね結構昔レンタカー使ってたんですけども、乗り捨て可能って言われるとなんかどこでもね置いてきていい感じがするじゃないですか。だって乗り捨てかってさ、そういう意味でね、だ乗り捨てだもん。どっか行ってね、もう買い物行ったと、それにポーンと、もうここでレンタル終了だと。で、あとは勝手にね、業者さんが取りに来てくれたらいいよ、みたいな、思いますけども、レンタカー業界で言う、この乗り捨てっていうのは、定義がありましてね、こう、かなり不親切だよね、一般的なことばかり言うとね。どこでも好きなところで返していいよっていうわけじゃなくて、その借りた営業所以外の営業所に返すことを乗り捨てというんですね。なので
どこでも貸し子でも返していいよってわけじゃなくて、借りた営業所以外の営業所に返さなきゃいけないから、乗り捨てっていうよりは、まあなんていうか、まあ別の営業所で返してもいいですよみたいな感じなんだね。なんで乗り捨てって言ったらちょっとね、いけないね。まあなのでちょっと、まあ、使い勝手がいいかって言うと微妙ですけども、まあ、どっかの駅で借りてね、空港で返すとか、そういうことができるようになるので、まあまあ、そういう利用シーンだと便利なのかもしれないですね。だからちょっと外でね、犬がワンワン吠えてますけども、ちょっと気にせずね、録音していきますけども、あとはですね、受け渡しですね。受け渡しがレンタカーだと、当然営業所のね、営業時間内じゃないと受け渡しができないんですけども、このカーシェアだとね、24時間借りたり返したりできますよということで、これは便利だよね。なんかレンタカーだってさ、借りるのは6時間でいいんだけど、なんかね、8時以降はやってませんみたいな、夜の8時以降はもう営業所が閉まっちゃってますみたいな時とかって、結局返せなくてね、翌朝返すみたいなくなっちゃうんで、あの辺がかなりね、使い勝手が悪いんですけども、カーシェアはこの辺がね、すごく便利なのかなっていう気がします。あと車種ですね。車種はやっぱさすがにレンタカーの方が多いですね。新車とかもね、レンタルできますけども、どうしてもカーシェアの方だと車自体は限定的だし、まあ古い車、まあなんかその今だと多いの何なんだろうね、マツダのデミオとか、あとはビッツとか、ああいうところが多いのかな。なんかその、いや、こういう形は悪いけど、なんか最悪盗まれてもしょうがないみたいな、潰されても仕方がないかなみたいな車がなんとなくカーシェアには揃ってるようなイメージがあるんですけども、まあそんな形で、レンタカーとね、カーシェアってちょっと違うんですね。まあ本当カーシェアは24時間ね、受け渡しできるのが最大のポイントなのかなと。なので近くにね、タイムズシェアとかがあったら結構ね、いいんじゃないかなと。なんか落ち着いて外出できますよね。営業所のね、終わる時間をね、気にして戻ってくるなんてね、結構使い勝手悪いと思うんでね。なのでその機会があったらね、私もね、このカーシェアやってみたいなと。なんともガソリン代がね、含まれてるというのがすごい面白くて、これちなみにこの給油カードが車の中に入ってるんですけども、タイムズのカープラスだとサンバイザーに入ってまして、オリックスのカーシェアだとグローブボックスに入ってると。あとカレコっていうところだと車内のマニュアルの中に収納されてますよっていうことで、このね、クレジットカードがね、車に付いてるっていうのもなんかこうびっくりしましたね。で、なんか当然ね、これね、盗まれたらどうするんだろうとか、いろいろ思ったんですけども、なんかね、カーシェアリング車両とのこうシステム連動させて、車がその、レンタルされてる利用時間内に限り、その、なんていうの？ガソリンを入れるような、そういったなんか特許の出願中のシステムが組まれてるらしくて、一応その不正行為が防止される仕組みにはなってるようなんですけども、このね、不正のシステムをどうやってやってるのかなってちょっと興味がありましたので、まあ、今度ね、借りた時にね、いろいろ見てみたいなっていう感じがしております。というわけで、本日はカーシェアとレンタカーの違いのお話でした。はい、それではエンディングになります。9月ね、最初のラジオだったんですけれども、皆さん9月どんなスタートを迎えたでしょうか。ちょっと私の大好きなね、まあ相場っていうんですかね、株とかね、まあ、FX とか、為替の等も好きなんですけども、まあそのダウ工業平均で皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、アメリカの株はね、やっぱちょっと今強いですね。で、まあ、今年の上昇率で言うと、自動車関係で言うとやっぱテスラがすごく有名で、テスラはなんとね、67%、まあ、上昇してますよということで、これすごい数字なわけですよ。で、アメリカの市場、まあ、特にニューヨークですね、ニューヨークに上場している自動車メーカーで、なんとね、今年の上昇率 97% っていうメーカーがございます。これわかりますかね？テスラで 67% 上昇だと。これだけでもね、十分すごい数字なんですよ。だけど、それを超えてね、97% も上昇しているメーカーがありますということで、さて、どこの自動車メーカーがこんなにね、もうバカみたく 97% も上昇してるんでしょうか。これね、皆さんちょっと考えてもらいたいんですけども、まあ、車好きだったら間違いなく知ってるメーカーですね。このメーカー知らないっていう人はいないんじゃないかなっていうぐらい有名なメーカーですと。で、まあ、ニューヨーク市場に上場してますけども、全然アメリカの車ではないですというところで、さあ何でしょう。ヒントはね、真っ赤の車ですね。そうですね、フェラーリですね。フェラーリがね、まあ、ニューヨークに上場したのが2015年10月なんで、まあ、2年ぐらい前なんですね。この時上場するとき、いろいろ話題に上がりましたね。ついにね、フェラーリ上場しちゃって、要は株主の意見を聞いてね、車を作るようになると、
その儲けに走るんじゃないかと。で、儲けに走るがゆえに車の作る台数を増やしちゃってフェラーリが持ってる希少価値が減るんじゃないかとか、いろいろね、いや言われてね、結構上場にはね結構問題があったわけだけどね、それが今どうですかと。 97% もね上昇しちゃってますよということで、いやすごいわけですよ。で、これなんでかっていうと、やっぱその技術の進歩とかね、日進月歩でも Google、Amazon とかもすごいわけさ。今だと AI スピーカーとかさ、どこもかしこも出してきててね、本当にその進化とか変化についていけないメーカーとかってどんどん淘汰されて潰れていってね、世の中いなくなっちゃうわけなんですけども、それに反してフェラーリですよ。フェラーリっていうのは、まあ本当技術革新の恐怖がない会社ですよね。最も遠いよね。フェラーリも実はどんどん上がっていってるんでしょうけども、まあそれ以前にね、もう強力なさ、強固なブランド力ですよ。なので、まあ、フェラーリってのはそのね、進化というか、技術の発展の勢いについてこうなんて全く思わなくてもいいわけで、まあ、投資家自身はね、安心してフェラーリの株を買えますと。そういったその進歩とか進化に巻き込まれる必要がないということで、まあそれでフェラーリ株はすごく上がっていてですね、まあフェラーリのブランド力っていうのは本当にすごいなと。だって 97% 上昇ですよ。ということで、まあ改めてフェラーリの凄さをね、ちょっとまざまざと見せつけられたなっていう感じがします。ちょっと私がね、その持ってる口座だと、フェラーリ株をちょっと買えないので、まあちょっとチャンスがあったらね、もう一個口座一応持ってるんです、そちらの方で、フェラーリ株が買えるかもしれないので、ちょっとね、狙ってみたいなっていう気はしております。ちなみに、この9月ですね、iPhone、新型 iPhone が発表予定ですけども、こちらのコードネーム、なんとフェラーリなんですね。なんかね、この9月はフェラーリがすごいね、フェラーリ尽くしだなって感じがしております。あとはですね、来週以降、ちょっとスケジュール確認しておきますか。9月6日の日ですね、社名別新車販売台数ランキング水曜日に発表になりますね。1、2、3どうなってるか、ちょっとね、その動向が気になります。あと9月12日から24日がフランクフルト国際モーターショーが開催されますので、先ほどねニュースでもお伝えしましたけども、ランドクルーザーこちら楽しみだなと思います。そして来月の末ですね、10月27日から11月5日が東京モーターショー2017ということになっておりまして、ちょっとね大きいモーターショーがどんどん続くんですけども、まあ本当にニュースのねリリースが多くなってくるのかなという気がします。なんかもう11月ぐらいまで行っちゃうと、もう今年のカーオブザイヤーなんかもね、より先行始まってくると思うので、まあこちらもね、何になるのかなっていうのが非常に気になるところですね。はい、今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。